今日のカテゴリーは何ですか？ Now! やほみなさん、今日日本から来た友達を紹介したいです。イエーイ、エリです。はい、いつ来たの？おとといに、韓国の旅行が終わってからそのままロンドンに来て、ロンドン1日目1人観光してから2日目からライアンと合流して、今はロンドンじゃなくてノッティンガム、ライアンの地元にいます。私の地元どう思う？めっちゃ綺麗。なんかすごいなんかイギリスの街並みって感じ。なんか映画のセットの中にいるみたいな。でもちょっと田舎やけど。田舎って感じながら。はい、そう、今日何しますか？今日は私がせっかくじゃない、来たんで。あ、兄来た。あ、会いに来たんで、兄来た。今日は、私が日本からめっちゃいっぱい日本のお菓子、まあチョコレートやけど、チョコレートいっぱい持ってきたんで、それを日本のお菓子をライアンに食べてもらって、で感想を言ってもらうみたいな。始める前に兄、会いましょう。ちょっと不気味だ。つみ、拷問拷問好きね。なんでやねん。何言ってんねん、お前ほんまにダボやな。OKOK。じゃあ、お菓子食べますね。そう、だから、最初の食べるやつは何ですか？最初の食べるやつは、見えるか。アイチューミニー。食べたことある？はあ、ないよね。ない、ないかも。でも、普通のハイチューと違うやつ。なんか、こんなお菓子あるか分からん。でも、4つの味あるね。最初の味、ソーダ、レモン、桃、ブドウ、ソーダ絶対にまずい。じゃあ、開けて。美味しいし。あー、ポケ口、ここ。はい、食べて。でもソーダ食べたくないので。なんで？レモン、絶対にうまい。じゃあ、食べてみよう。同時。ソーダ、ほんまに？ソーダ美味しい。うまいやろ。うん。イギリスのお菓子との違いは微妙？でもイギリス、イギリスもこんなあるやろ。ない。あるかも。違う味。うん、違う。添加物みたいな。うん。だからあんまり好きじゃない。美味しいのに。美味しい。美味しいの。とてもおかしい。はい、食べ終わったね。食べ終わりました。うん、だから次のやつお願い、早く。次のやつは俺のどれ。なんか箱潰れちゃったけど、チョココな。これはでも全然多分どっちかっていうと欧米系のお菓子や。ロッテのチョコレートとクッキーのコーティングされたやつ。はい、私絶対に食べたくなる。絶対美味しいわ。あ、普通に多分美味しくないとかないと思う。このブランドも結構有名ね。うん、ロッテ、ロッテ。じゃあ、挑戦しよう。最悪。食べ方。普通に美味しい。うん、普通に美味しい。普通。うん、悪くない。うん、うまい。普通にうまい。美味しいとか、美味しくないとかない。うん、結構、なんだろう。軽い？うん、そうそうそう。イギリスのチョコレートと比べたら。うん、イギリスのチョコレート、まあちょっと重たいやろ、めっちゃ重たい。だからみんなデブ、これね、これね、留学した時の一番お気に入りのチョコレートかも、これ。わお、なんで、他だって明治、ガーナ、そう、一番いっぱいある、いっぱいあるけど、何なんで特にこれもロッテ。うん、そう、同じブランドね。でも一番好きな理由は、多分カルディ見たらめっちゃ低くない？低いか？ 279。 でもイギリスの直で普通に500カルディぐらいだから全部食べれる。でも太れない。でもさ、板チョコ1枚食べる日本人とかいなくないですか？板チョコって3日ぐらい2日3日に分けて食べるもん。やで、全部一気に食べないよ。日本人は一気に食べないよ。私も2回、3回に分けるよ。私も全部食べたことない。
嘘やバレた嘘や。え、そう、じゃあ食べ、ほんとで、うん、ほんまほんまほんま一回に食べないですよね、うん、でも外国人のお友達ある。だって外国人やから、日本人じゃないから、そう、食欲が違う。これは普通にうまいよ。あ、ちょっと半分、はい、食べます。うん、おいしい。他のイギリスのチョコレートとの違いは？イギリスチョコレート多分結構リッチね、味。あと、なんていう、厚さが違う。あー、薄い、薄い、うん、確かに薄い、結構薄い、薄い、だから食べやすい、うん、でも、一日に一気に食べない、食べない、うん、自分の意見ですね。あ、はい、そうですね。みんなそう思ってないですね。はい。覚えてる？私、帰国しちゃった時、うん、あげた、あげたね、アルポート。うん、どういう意味？え？どういう意味？英語じゃない、アルポート、人の名前？アルポート。もう、さっきめっちゃ食べたよね。うん、食べた。何食べたっけよ？もう言ってた、まだ言ってない、だから今日？うん、食べたやつ、今日朝から食べたやつ。うん、今日は何時ぐらい？今日は、私は10時に起きたけど、ライアンは11時に起きて、でせっかく私は観光に来てるけど、家出たんは1時ぐらい、1時ぐらいからノッティンガムのカフェに行って、あのめっちゃ美味しい、なんかなんて言うんだっけ、フーイングリッシュ、あ、フーイングリッシュブレックファースト食べた。めっちゃすごかった。あとパニーニ、うん、量やばかった、ね、やばかった。写真、はい、やばかった。量、めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった。うん、うまみ、美味しい。あらほんと、これ最後かもよ。うん、そうですね、うん、やっぱりトッポ、うん、チョコレートばっかり。あー、なんか一緒に同時に食べたいの。なんでやねん、初恋やから。ごめん、こっち負けちゃったね。うん、負けた負けた。だから罰ゲーム、なんでやねんにしよう。どんな罰ゲーム？全部終わるまで、食べ終わるまで。なんでやねんありがとう、もらって帰るわ日本に持って帰ります。はい、ありがとう、全部全部持って帰るわ、はい、で、じゃあこれで日本のお菓子の紹介というかチョコレートの紹介てか日本のチョコレートをイギリス人が食べてみたみたいなしょうもない動画でした本当に皆さん見てくれてありがとうございます。登録もよろしく。次の動画、まあ何について次の動画は、うん、イギリスのキャンディー、うん、キャンディー、でもキャンディーじゃなくてほぼチョコレートだから、うん、みんながかりする、うん、多分。ごめんね。じゃあバイバイ。